アデノシン三ン酸、アデノシン三ン酸、アデノシン三ン酸、アデノシントライフォースフィートとは、アデノシンのリボース、イコールと二酸分子のリン酸が付き、2個の高エネルギーリン酸結合を持つヌクレオチドのと。IUPAC 名としては、アデノシン5-3ン酸。一般的には、アデノシントライフォースフィートの下線部のアルファベットを取り、短縮型で ATP と呼ばれている。 ATP は、新核生物や新生細菌のすべてが利用している、解凍系でも産生される物質であるため、地球上の生物の体内に広く分布する。生体内では、リン酸一分子が離れたり結合したりすることで、エネルギーの放出、貯蔵、あるいは物質の代謝、合成の重要な役目を果たしている。すべての新核生物がこれを直接利用している。 生物体外の存在量や物質代謝におけるその重要性から生体のエネルギー通貨と形容されている。プリン塩基であるアデニンに糖のリボースが N グリコシド結合により結合したアデノシンを基本構造としてリボースのコヒドロキシ元にリン酸エステル結合によりリン酸元が結合し、さらにリン酸がもう二分子連続して リン酸無水結合により結合した構造をとる。このリン酸起動士の結合、リン酸無水結合はエネルギー的に不安定であり、このリン酸元の加水分解による切断反応や他の分子にリン酸元が転移する反応は、切断した両リン酸元の端に反応により新たに生成するより安定な化学結合の生成に伴ってエネルギーをでする。 ATP のリン酸元の加水分解や転移反応は、小味の自由エネルギーの減少を伴うエネルギー放出反応となり、あたかも ATP のリン酸機同士の結合の切断が、生体外の化学反応の実質的な推進力、なっているように見えるため、この意味において、この結合は、高エネルギーリン酸結合と呼ばれている。結合自体がエネルギーを持つわけではない。 この化学結合の切断は、急エネルギー反応である。エネルギーの収支式を一家に示す、デルタ G、標準自由エネルギー変化。この標準自由エネルギー変化は、一般的なリン酸エステル化合物の、リン酸エステル結合の加水分解の、標準自由エネルギー変化、デルタ G、イコール3から4キロカロリー、モルなどに比べ非常に大きいので、 このようなリン酸エステル化合物が ATP からのリン酸元の転移により生成する反応の標準自由エネルギー変化は全体として負の値となり、この反応は ATP からリン酸エステル化合物へのリン酸移りの方向に自発的に進む。さらに細胞内では ATP 濃度は ADP の10倍ほど高く、リン酸濃度も標準状態よりはるかに低いため、 細胞内の環境では、ATP の高エネルギーリン酸結合の過水分解に伴う、実際に放出されるエネルギー、自由エネルギー変化、デルタ G は、より大きくなり、10から11キロカロリー、モルにも達する。ATP は主に ATP 合成酵素において、酸化的リン酸化、高リン酸化によって生じる。また、解糖系や、クエン酸回路などでも ATP は生じる。 GTP、グアノシン三ン酸については、以下の反応式で ATP と相互変換する。また、細胞内では、酵素、アデニル酸キナーゼの働きにより、ATP、ADP、AAMP が次の反応による平行混合物となっており、ATP は ADP からも一部再生される。ATP はエネルギーを要する生物体の 反応素過程には必ず使用されている。ATP は、哺乳類の骨格筋 100g あたり 0.4g 程度存在する。反応、役割については、以下のものがある。リン酸元の負荷は、リン酸基点以酵素、キナーゼによって行われる。また、ATP そのものも RNA 合成の先具体として利用されている。また一方で、 ATP は抑制性神経調節性、伝達物質でもあり、活動電位に反応して神経から放出され、効果期に影響を与える。ATP は医薬品としても利用されている。日本では2011年現在、調節性慢性疲労の症状改善、消化管機能低下が起きているものの慢性胃炎の症状改善、心不全の症状改善、 頭部外傷後遺症の症状改善に用いられる。このほか、2017年現在、日本では ATP の下流製剤のみはメニエール病や内耳障害を原因とするめまいの改善にも用いられる。なお、消化管機能低下が起きているものの慢性胃炎については、軽症患者の自覚症状の改善に有効だったとされている。 これらのハンガリー学派の筋収縮に関する一連の研究が ATP は生体のエネルギー通貨であるという認識を構築していった。また ATP が濃度輸送に関係することが1957年イエンススコーラによって明らかになり NAK アッテペイスの発見 ATP 利用系のフォーマットが現在に至るまで構築されている。 ATP 合成系の歴史については以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。